はい、こんにちは。札幌占い美容室早回しのことです。美容師の都市伝説編を今回も送らせていただきたいと思います。今回はですね、うんちく美容師には気をつけろということです。今回話す内容というのは全く根拠がありませんし、内容は嘘だと思ってください。まずですね、お客さんがサロンに来まして、こういう髪型にしたいんです。その時にですね、こういう感じですね、わかりましたとすぐやる美容師もいれば、いやこれはこうで、痛むからこうでああでこうで、それからここはお客様がこうだからこうで、まあ、もちろんですね、お客さんの髪質によってできない部分があると思うんですが、美容師さんがやろうとするかやろうとしないかという部分も結構大きいと思います。よくですね、手術する前、カウンセリング時間の時にですね、できない理由を並べる美容師さんというのは結構いらっしゃるかもしれません。できない理由、なぜじゃできない理由を並べるかというと、それはできなかった時の逃げなんですね。はい、ということは引き出しが少ないということです。その引き出しが少ないがためにできない理由を並べます。まずやることを考えるというよりは、できない理由を先に考えて、ほらできなかったでしょっていうふうに持っていきます。はい、なのでうんちくを並べる美容師さんはちょっと気をつけた方がいいですよという話になります。まあ、自信がある、経験がある美容師さんというのはある程度のね、状況を踏まえて、スムーズに手術を行っていくと思うんですけれども、まあ、もちろんですね、例えば髪の毛がビビっちゃっててこれを直せと、そういう場合っていうのはまあ難しいと思います。ビビってるっていうのはよチリチリチリってなってる、熱でこうチリチリってなっちゃった状態ですね。あれを直せっていうのはまあ難しいですね。その場合は難しいということは僕はお伝えしております。まあ、そういうのはね、まあ、ちょっと例外としてですね、例えばブリーチだったりとか、よく多いのはブリーチっていうのはめんどくさいですよ、やっぱりやるのがね。はい、なのでなるべくやらない方向に持っていく美容師さんが非常に多いかもしれません。ブリーチはやっぱり時間もかかりますし、予約時間が読めませんし、それこそですね、ブリーチに関してなんですけれども経験値が非常に大きいです。はい、これ皆さん勘違いしてほしくないのが、美容学校出たら何でもできると思ったら大間違いです。それこそ情報を見たからできるっていう問題でもありません。何回も練習そして検証して、やっとできるようなものになるんですね。ブリーチって本当難しいなって僕はもう未だにまだ勉強が必要ですし、納得結果が僕には出せておりませんし、もっともっと勉強しないとなっていうふうに思います。やらずして、先に、そのお客さんの理想をっていうゴールがねあるにもかかわらず、そこを痛むからという理由だけで、確かにダメージは、傷んでしまった髪は治りませんからね。本当にね、その今後を考えて、言っている部分に関してはしっかり聞いていただいた方がいいかなと思いますし、そうでもない部分ですね、ただただ経験値が少ない、引き出しが少ないからできないかもしれないという不安の美容師さんの心理状態で、うんちくを並べてできない理由を並べてしまうと、こういうのは僕はちょっとどうなのかという部分があります。そういう人に限って高単価を取ってたりしますから、僕はちょっとどうなのかなというふうに思ってしまいますね。はい、ですので、やはりちょっと職人気質の美容師さんとかね、選んでいただいた方がいいかなというふうに思います。それはまあお客さんはね、信頼している美容師さんは大丈夫だと思いますので、あくまでも一つの参考までにと言っても、この内容は全て、本当の内容ではございませんので、信じるか信じないかはあなた次第です。ですので、今回の、ね、内容は本当のことだと思わないでください。ほとんどが根拠がない嘘になりますので、皆さん、まあ、そういうこともあるんだなぐらいに思っておいてください。皆さんのね、病室行く不安を煽ってるわけではございません。一つの都市伝説として捉えていただければいいかなと思っております。ご清聴ありがとうございました。